つくやま古墳。つくやま古墳は、岡山県岡山市北区新城下にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。岡山県では、最大、全国では、第4位の規模の巨大古墳で、5世紀前半、古墳時代中期の築造とされる。墳球に立ち入りできる古墳としては、全国最大の規模になる。岡山市西部。 足森川右岸において、丘陵を切断して築造された、巨大前方公園墳である。墳丘は三段築成で、前方部の頂は、断上の高まりをなす。墳丘町は、約350メートルを測り、大仙陵古墳、大阪府堺市、約486メートル、本田五病山古墳、大阪府羽引野市、約420メートル、上石積三在古墳、 大阪府堺市、約360メートルに次ぐ、全国第4位の規模を誇る。周囲には、坂木山古墳、作山第1号墳や千足装飾古墳、作山第5号墳など6基の倍長がある。現在に至るまで、本格的な学術調査は行われておらず、内部は、未発掘である。特徴として、墳球の長さに対して公園部の割合が大きい、ことが挙げられる。 大きさから古代キビに、大和王権に対抗し得る、または、喫行した強力な王権、キビ政権があったとする見解がある。天皇陵に否定されている上位三古墳を、はじめ近畿地方の巨大古墳が宮内庁に利国民は、もちろん学者、専門家も内部への立ち入りが禁止されているのに対し、ここは立ち入りできる古墳では、国内最大のものであり、全国的に見ても貴重である。 なお、草茶市にも、同音の作山古墳があり、地元では、作山古墳は、増山、作山古墳は、作山と区別して呼んでいる。前方部の墳丘は破壊されており、その後に、作山集落の高神社が建てられている。同神社の加熱軌道の脇に置かれている蝶図鉢は、阿蘇行海岸製の栗抜き式の長持ち型石棺の身部分あり、風雨にさらされている。 また、神社の右横側後ろに、石棺の蓋の破片が放置されている。この石棺は、ある時期に洞窟、乱窟されたものだと推測され、新城車塚古墳により運ばれたものであるという伝承がある。この前方部の頂に祭祀に使用された台形段があったと想定され、公園部への埋葬が終わってから作られたものであると考えられる。その大きさは、台形の短編。 家庭が約70メートル、長辺、上底は約40メートル、両辺の間、高さ約50メートルという大規模なものである。公園部へ向かうと広場と呼ぶにふさわしい平坦部がある。噴球場には3列に巡らされている、円筒埴輪列が存在しているが、現在では地表に現れた埴輪辺はほとんど、拾い尽くされ、見つけることが困難になっている。公園部には、隆起車道、 公園部に登る道や、掘割墓道、母校に至る道が設けられていたと推定されるが、中世末には、城塞となっていたため、相当の部分が作り直されていると推測される。公園部の頂は平坦で斜面の傾斜が強く、三段、三斜面の蓄星であり、上斜面の傾斜が特に急になっている。それは近畿あるいは、域の考え方と結びついていたと考えられている。なお、 公園部から、自家古門建て、つよ、ゆき、木の傘、家などの継承派庭と、円藤派庭が多数採集されており、紛糾には、吹石が吹かれていたと見られている。平坦部は、安土桃山時代に、橋場秀吉の毛利攻めの際、毛利法が陣地を設けるために頂上を平らにした、ことによるものと考えられている。この時、公園部の周囲に鳥居を築き、さらに車を2箇所、 縦彫りを3箇所設けている。作り出は、元は左右対称の位置にあったものと推定されている。現在、左作り出が残っており、右作り出がないが、元はあったと推定されている。左作り出は前方部側面の首レブに接して、元は長方形であったと考えられ、上面で幅10メートル強、長さ約30メートル、高さ約2メートル強となっている。 集合は長い間発見されず、有無をめぐって議論があったが2010年、平成22年に行われた、岡山大学文学部考古学研究室の試掘調査で存在が確認された。幅約20メートルと推定されている。また、吹石は、隠歴のごく一部が現れている。第5号噴、ホタテ貝形古噴の戦速古噴は、 初期の横穴式石室が主体であり、塩噴の一期から初期の水期や糖質土器が出土していることを考え合わせると、倍長、倍長、倍塚と考えられているこれらの六期の古墳群は、作り山古墳と築造時期が異なる古墳を含み、倍長とするのは適切ではないと見られている。墳球の現在の形状、これまで出土した埴輪の製作時期などから考えて、 本古墳の築造時期は5世紀前洋末から中洋始め頃と推定されている。危機に現れる木び彦野の領墓は、足森川を挟んで西に5キロメートル弱ほど離れた、岡山県内の中山茶臼山古墳、明治7年に、宮内庁指定寮、築造は3世紀後半から4世紀に否定され、現在はそれ以降の築造と考えられている。 古墳について文献からは発見されておらず不詳である。宮内庁の両母参考地には指定されていないが、本格的な墳丘内部の学術的調査は不十分であり、考古学的にも被装者について具体的には解明されていない。足森川一帯は遺跡や古墳が多く、上東遺跡や良い時代、縦付遺跡2世紀後半から3世紀、上述の中山茶臼山古墳。 昨山古墳五世紀中央、大母山古墳マイナス六世紀後半など、先畑城も古墳跡と言われる古来からの一帯を支配した勢力の主張級の領母、さらには現在大阪府に残る領母以外では最大の規模の領母であることから、大和王権に寄港する勢力主張の領母とも考えられている。一方で、日々単独勢力の主張ではなく、 大和王権と連合した和王のうちの一人の両母ではないかと見ている研究者もいる。前日の通り、前方部には社が立っており、公園部には戦国時代に改変されたと考えられる平坦部が存在し、さらには、墳丘南東端に集落が形成されているなど、築造当時の状態からは破壊が進んでしまっている。このため、築造当時の規模はまだ明らかになっていない。 2009年、平成21年により、岡山大学の調査チームによって、築造当時の規模の特定、集合の有無や築造年代を推定する遺物の確認を目的として、史跡指定違いの発掘調査が3年計画で行われた。その結果、公園部東側の調査区から、集合の存在が確認された。倍長とされる6基の中小古墳、国の史跡のうち、 千争古墳では2009年10月に石さわりに描かれている呪術文様の剥落が発見されており、さらに2010年5月には調査のため普段はほぼ水没した状態が石室の水を抜いた際に白カビが発生する新たな問題も起こっている。このため、岡山市教育委員会は一生部分を取り外して保存する方針を決めた。実現すれば、 高松塚古墳、ヒトラ古墳に次ぎ、国内3例目の事態となる。2015年、平成27年からは、10年程度をかけた、墳休周辺部での発掘調査が実施されている。なお2016年、平成28年には、大雨で、墳休斜面が崩れる被害が生じている。なお、作山古墳ビジターセンターが2019年度末に、完成の予定。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。